やハロー、どうもこんばんは。あ、こんばんじゃない、おはようございます。アニメリアク職人ことマジャレギュラマーです。現在2024年3月24日日曜午前6時33分ですね。今日は10時45分ぐらいには家出るんですけども、で、まあ、昨日は10時40分ぐらい寝てもう速攻寝つきましたけども、なんと2時4分に目覚めてから全く寝られず、結局4時半ぐらいにはもうね、もう起きてきて、先ほど、僕やばの、12話ですね、2期のリアクション撮って、もう一回見ながら感想あらすじをまとめて、ちょっとまあコーヒーね、飲んだりしてました。さあ、ここから指先と連連の最終回、いよいよですね、アベマ TV で見ていきます。はい、先に軽く自己紹介。はい、自分の本業は大道芸人でありパフォーマーです。ナイトスクープにいらっしゃる4回、月曜から夜更かし目覚ましで生放送、世界丸見え、テレビ特捜部などテレビ30本挑戦、2022年には深田恭子さんと CM 今日まで果たしましたが、現在もコロナの影響で全く仕事が戻らず、ほぼ無収入でアニメリアクターやってます。リアクター的には多分投稿本数日本一、間違いなく日本一が再生数とチャンネル登録者数の伸びなさ、もうこれにずっと苦しんでますけども、1日も休まず動画投稿続けてます。ぜひ応援お願いします。ではいきます。なお、アニメ本編は流れませんのでご注意ください。またわけのわからないタイミングで広告貼ります。申し訳ないですが、それを我慢しつつ、どうでしょう、もしくは普通に視聴いただいた後にリアクションだけ確認ということでお願いします。いきます。3、2、1、スタート。さあ、ユキはどこに行きたいって言ってたかな。カレーフェス？おお、ええやん。凛ちゃんは京也さんとデートするときどこに行ってんの？あ、動物園ね、前回の一番最初や。そらそうや、うん、せやせや。あ、オープニングある？ああ、あるんやね、エンディング。あ、エンディングちゃんは最終回でも。さあ、問題はエマとシンよ。ここよね。あの後どうなって、言うと思ったけどね、エマが。これもちょっとカラオケで歌ってみようかな。ノーベルブライトやったっけ、有名なんかな。誰が言うてんねん、有名なんかなって。お前が言うなってことで、ね、失礼しました。そう、あと王子よね、王子よ。前回手話止めたもんな、俺の前であいつを褒めるなとか言って。間違いなくね、今期一番のヒロインはユキです。ドゥルル、恋と雪やったな。ちょっと一応キャラクター出しとこう。恋と雪、確かな、なぎ、なぎいつもね、私たちの世界、どこや。え、藤代凛と、足置き、王子やったな。キャラクター。はい、出しときます、キャラクターね。どうした？ああ、電車やったもんね。あ、伊藤瀬ゆきや、恋と雪で。結局どこ行くんや、ほんで。東森の下？これどこ、これ聖地？だから希望としてはあれやね、あの公園とかね、井の頭公園みたいな、
知らんけど。あ、写真撮影か。なるほど。カレーフェス行ってほしかったな。わ、なんかワタコンのオープニングみたい。あ、ここや。次回はこれで映ってた。藤田中平等院も藤田中綺麗ですからね。我が地元平等院。あ、ストローさせます。じゃあ心を奪われる。ポエマー、花たちが季節を順番待ちしてるみたいで可愛いなんて言えへんぞ。お、八夜。そうか、蜂の音も聞こえへんもんな。自撮りやね。そらそらそうやね。3、2、1。ああ、ええのう。ええのう。ああ、ええのう。ええのう。唐揚げ。そういえば大石君と一緒に飲んだんですか。仲良くはない仲良くはないけどな。正解です。お、サムズアップ。お、ここでキス。ああ、せえへんのかい。あ、あ、ダメって意味なんやね。
あ、かわいい。あ、かわいい。ん？ああ。前にも一応聞きましたけど、どうしてよく海外に行くんですか？小さい頃の俺は乗り物、特に飛行機が。お、ボート。うん。振りですか、それは。後ろ姿を撮る。ああ、すみません。いいようか。スワンボートがグラグラが心を揺さぶられるやと。ポエマーやなね、花たちが季節を順番待ちしてるとか。あ、おしや、この友達二人名字むずない？みとき。素直にやった。ついてるから。ああ、そう、俺でいいじゃんって。大事なのはあれからよりもこれからや。ええこと言うな。
ンサム。おおのれハンサムね、何人が思ってます、おのれハンサム、もうちょいの考えて教える。ああ、そうだっけ。今の音、小さい頃の俺は乗り物、特に飛行機が好きな子供だった。あ、そうそう、ドイツやった、そういえば。あ、ベルリンの壁か。155キロもあったんや。へえ。あ、そうか、日本から引っ越したんか。ダンケ、ダンケしてんやね。通じたってこと？母ちゃん、いいひねだけ。先生になりたいってことか？これロッキーロビンか？
そういうのに夢中で全然こっち見ねえよな。初絵文字ちゃうこれ。ツーショットかな。あ、違う違う、ツーショットは自分のスマホもね。なんて書いてる。約前 2,3 時間でも時間合わせて会えばいいって言ってたけど、本当は10分でも5分でも会いたい。終わりか？もうちょいやな。あ、またオープニング。うわ、多いな今回。おお、まさかちゃん。渡中あきさんだったかな。おーし泉ここどうなってん。もう突き落てんかこれ。今なんやと手つないでるやないか。おお、指輪もらったん。おめでとう、リン。素晴らしい。おお、パスポート取った。ああ、いいね。トゥルルルトゥルルル。あー、ここもつけたか。だからもうエマと、わ、止まった。ちょっと待って、どこで止まってんねん。止まりました。完全に止まりました。うわー、ああ動いた動いた。30、もう何してんねん最後の最後で。ちょっと最後の10秒だけ待たせます。マジか、最後の10秒で止まった。ごめんなさい、最後の今23分16秒。何してんねんこれ。これからも、ずっと
トゥルルル、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 もう最悪や、もう何してんねん、もう完全に最後の最後にもう水さされたわ。何してくれとんねん、お前。失礼しました。はい、まあもう最後大興奮やったね。いやー、よかったわ、マジでよかったわこれは。もうそうしか言えやん。まあまあ、とりあえずね、隣まだ寝てっかな。ね、まあまずはそのユキはどんなとこ行きたいかっていうことを聞かれて悩んだ。でまずリンちゃんね、カレーフェスどないって言ったけど、あれ結構良いと思うんやけどな。でまあそっからまあ電車乗ってね、えらい今日空いてるなっていう話から、あんだけこうちょっとこれ疑問なんやけど、アニメよくアニメあるあるめっちゃ空いてんのに立ってますよね、ほとんど。なんでやろうと思って。まあまあそれはいいか。やけどまあそのおかげでね、こうユキはこの最初出会った頃のことを、思い出した。いいですね、ああいうのね。で、ユキの行ったところは、行きたかったところは、まあ、お花の撮影やと。で、そのお花の撮影の、理由っていうのが、そのね、まあ、お花がこう季節を、ね、順番待ちしてるみたいという、なかなかなポエマーなこと。で、藤棚のな、ね、もうところをこう駆け抜けていって、もう夢中なユキが、いつの間にか撮られてたっていうのがね、また最後に出てきたけども、まあ、そこでね、こう、ツーショット、よかったね、3、2、1でね、撮った、あれはよかった。でまあ、そっからまあ、どっちか先にスワンボート乗ったかな、逆か、先にベンチで喋ったか。もうキス寸前やったね、これね、これだけの違いがあるとね、まあ、さ難しいわな、そら。あれはダメっていう意味ですよってことでね、教えてたけど、ああ野球のアウトみたいなもんかみたいなね。でまあなぜ伊藤美さんは、海外によく行くんですかっていう質問は、まあ、長文で言っとくから帰ってから呼んでくれて、ほんでからスワンボート乗ったっけ。でそのね、もう何、船の揺れとともに心の揺れまでみたいな、もうポエマーや。で一方まあまあエマはエマで、まあ真について悩んでたと言ったけど、あの先輩がいいこと言ったね、大事なのはあれからじゃない、これからよと。あんたと一緒でしょって。まあ確かに一緒やもんね。素晴らしいまあ、フォロー、まあ、アドバイスだったかなと。でまあ大志は大志でちょっとね、友達2人に素直になるというシーンがあった。いやよかった。でまあまあね、デートを終え、もう藤田のシーンがとにかく素晴らしかったね。もうユキの全部がいいよとね。でその背後から写真撮った、いいよと素晴らしい。まあ、ほんで帰ってからね、読むと、まあまあ、いつもみ、あれ、日本から、だから、ものごっつちっちゃい時にドイツに引っ越したってことやんね。ドイツで生まれたと思ってた。で、まあまあ、もう言葉通じひんしっていうので参ってた中で、まあ、その本で勉強して、サッカーか、ね、一緒にやろうって通じたことが嬉しくて、まあ、その本じゃないということで、いろんな世界の言葉、知りたい、そこで文化、まあ、まあカルチャーも知りたい。でそれをこう子どもたちに伝えていって、いつか君たちの何盾になるぞというのを教えたくて、海外に行ってるっていう、まあ、まあ素晴らしい、その何ていうかね、理由やったねあれは。でそこにまあまあ、あとはもうユキにね、ほんまは 2,3 時間って言ったけど、5分やろうが10分やろうが会いたいねと。でもっとユキを知りたいって言ったっけ、飛ばすんだけど。でまあでもうユキがもう来ないなっていうのがね、あれは恥ずかしさと嬉しさかな。ちょっとほんま最後の最後で止まって、まだほんまあと10秒でビッター止まったんで申し訳ありませんでした、ほんまに。でまあ大志は、ね、もう手話通訳士の本を買おうかどうか何回も選んでと。あれ泉はどう思ってんねん、大志のこと。泉は果たしてどう思ってんのかな。なんか吉木泉やったかな、なんか変わってましたね。なんか大吉の基地に季節の基地があったっけな。でちょっとキャスト欄だけ見とこう、最後に。どの辺だっけ、ね、もう知れば知るほどもっと好きになっていくっていう、あの最後の終わり方も良かったんやけど、まどかちゃんも良かったな、最後出てきた。今回めっちゃ多かったな。ちょっとキャスト見させてもらいます。
あでね、もう凛と京也も付き合ったっていうのも良かったし、最後でエマからもうね、シンをデートに誘ったのも良かったし、もう最後の畳みかけがやばかった、うん、で、ユキの母、そうこれ読めへんのよね、ミトキの名字読めへんし、これなんて読むのこれ、イチツタで、あのタラコ唇はなんて読むのこれ、三半バタ読めへんこれ、ミソリバタ読めへんこれ、で、そうね、吉木泉やね、これ多分高橋みなみさんやったのね、で、あ、そうか、まどかも大瀬ない、大瀬かな、これみんな名字変わってんのよね、これ渡中明、今野って誰だっけ、いつの海の幼少期、ああ遠山エミリさんとかな、 UFO の1年の誰だっけ、スズメの役やったかな、鎌谷ヨハネス宮原なんたらさんって、あ、日本人やったよね、うんね、もうまあちょっとね、最後はちょっと水さだでほんますいませんでした、もう最終回で何してくれてんねん、ほんまに、いやでもいいアニメでした、ほんまに、これね今期でもトップ5には余裕で入ってきます、うん、まあ今期でもまあ20作かな見てるのは、やけどまあトップ5に入りますな、これは純愛もののこれまで見てきたアニメの中でも結構トップクラスで非常に良かったです、めちゃくちゃ良かったです、うん、最後ちょっとあのね大興奮でしたね、もうあの水の刺されさえなかったらもう今うひょう言うてましたわ、すいませんでした、ほんまに申し訳ありませんでした、はい、ということで、指先と連これロスルね、ぜひ2期やってほしいわ、ここからもう結婚してほしい、結婚してからの結婚生活までみたいですね、これはね、はい、ということで指先と連の12話最終回でした、よかったらチャンネル登録、高評価、また応援コメントなどよろしくお願いします、はい、ここから1分ちょいで自己紹介するんで興味のある方はここで切ってください、自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーやってます、普段やればできる、諦めない、伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスをしてますが、現在コロナの影響で約4年1ヶ月仕事が全くない状態、貯金と節約生活だけでなんとか生き延びてます、そんな自分の本業も知ってぜひ応援していただきたいんで、説明文にある URL をクリックしていただいて、できれば本業のチャンネル登録応援もお願いします、そして深田恭子さんと出たこの CM の URL も載っけてます、ぜひ見てください、アニメのリアクションその他もろもろスタートして今日で1459日目、長いですね、ただこのチャンネルもっと長い、2009年の4月25日から、パフォーマーのチャンネルとしてスタートしましたが、コロナの影響で一気に仕事がなくなり、いつの間にやらこのチャンネルでアニメのリアクションスタートしてしまってからの、約1年5ヶ月分推定2000本以上、2021年の8月18日までのリアクション動画自ら出て削除させられています、そんな地獄を乗り越えたものの、今もずっと地獄で、再生数、まあ、冒頭でも言ったように再生数、チャンネル登録全く伸びず、マジでしんどい、やめたい、ずっと言ってますけども、それでもやればできる、諦めない、伝えたいと思って一日も休むことなく、で動画投稿をね、もう気合と根性だけで続けてますんで、ぜひ応援お願いいたします、以上、アニメリアク職人ことマジラジオ芸人ハマーでした、最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました、それでは失礼します。